海外留学についてお話ししていきたいなと思います。環境がすごいいいんですよね。人工芝のサッカーピッチが何年あったかな。Hey guys, welcome to TGK Life Up TV ということで、今回は、海外留学についてお話ししていきたいなと思います。で、まあ女子のね、海外留学、サッカー留学とかっていうところにちょっと特化して、まあお話をしていきたいなと思うんですけど、この前ね、ツイッターでアンケートを取ったんですよ。留学について何が知りたいですかみたいなアンケートを取った時に、留学の流れだったりと経緯とかを知りたいということだったので、それについてね、ちょっと、まあお話ししてもらえればな、お話ししていければなと、はい、思います。今ね、多分、なかなか外出できないで、時間を持て余している方もいらっしゃると思うので、まあ、暇つぶし程度に見てもらえたらいいかなと思います。はい、ということで、まずですね、私2回留学してます。実は1回目は高校3年生ですね。高校3年生の時に、高校3年生6月かなから3月ぐらいまで約10ヶ月間、イギリスの方にサッカー留学をしてました。で、2回目は専門学校の夏休みかな、あんま覚えてないんですけど、オーストラリアに2週間だけ、これは完全に自分で貯めたお金でちょっと行きたいなと思って行きましたね。はい。で、イギリスの方はもう金額はもうオーストラリアの気にならないぐらいなすごい金額だったので、もちろんお父さんとかお母さんとか、おばあちゃんとかにもちょっと助けてもらって送り出してもらったんですけど、まあ、留学をしようと思った経緯について、まあ、サッカー留学のところをね、メインにお話ししていければなと思うんですけど、中学校の受験のタイミングですね、中学3年生のタイミングで、まあ、高校どこに行くのかっていうのを決める時期があるじゃないですか。まあ、その時に、まあ、私、そんなね、真面目な生徒ではなかったので、受験勉強したくないと。はい、そういう話になって、まあ、もうそこがもう突飛すぎてどうしたお前って感じなんですけど、その時期に、留学をする子がいると、その子は受験勉強しなくても大丈夫っていう感じ、噂を聞いたんですね。多分そんなことなかったと思うんですけど、で、あ、留学するんだったら勉強しなくていいんだって、突飛でアホな私は、当時の私は思ったわけですね。で、留学したいと思ってこうバーっていろいろ調べて、で、サッカーそサッカーで海外でバッと力つけて、その当時の夢がやっぱなでしこジャパンだったので、海外の選手と渡り合えるような実力をそこでガッと掴んで、こう、あまりその時本当に上手くなかったので、一発逆転してやろうぐらいの気持ちで留学したいということを決めていろいろ調べました。で、あんまりサッカー留学とかの、斡旋する会社さんとか、プログラムとかいっぱいあったんですけど、女子サッカーをっていうのがなかったんですよね。当時。今もあるかはわかんないですけど、で、女子サッカーで留学しませんかっていうプログラムを見つけて、そこを使いました。それが、ベアフットさんっていう会社の、留学のプログラムだったんですけど、それを見つけてから、留学することを決めて、で、まあ、お金がかかると、まあ、当たり前ですけど、だからすぐには行けないってなって、じゃあ、バイトをしたい。高校で、まあ、スカートも履きたくないと。ということで、定時制のですね、高校に進んで、まあ、バイトをしながら、学校行きながら、っていう形で、して、高校3年生になる前ぐらいのタイミングですかね。前ぐらいのタイミングで、お母さんに、あんたいつ行くんでって、傷を叩かれまして、高校3年生の6月に行けるように、こう、準備をして。で、定時の高校入ってたんですけど、一回、やっぱり学校行けないんで、休学しないといけないってなった時に、卒業が1年ぐらい遅れると。で、まあ、別に遅れることに対して、ネガティブなイメージはなかったんですけど、まあ、帰ってきた後のことを考えると、あまり、タイムラグがない方がいいんじゃないかということで、通信制のアメリカの高校の卒業資格が取れる通信制の高校に編入をして、イギリスで留学してる間は、そこの、まあ、午前中語学学校行って勉強。で、帰ってきたら高校の勉強。で、夕方、まあ、夜はサッカーの練習っていう感じの、まあ、留学生活をしていました。はい。で、女子のプログラムっていうところだったので、女子チーム、地元の女子チーム、バーネット FC っていうところがあるんですけど、バーネット FC っていうところに練習参加させてもらって、試合は、まあ、実力が認められれば、そのバーネット FC っていうところトップチームで試合ができたんですけど、基本的に試合はスタンモアカレッジって大学生のカテゴリーなんかなの、試合に出るような形で、留学を、サッカー留学をして、週末試合、平日練習と語学学校っていうようなスケジュールでやってました。はい。で、まあ、すごいなって思ったのが、女子ですよ。女子なんですけど、基本的に多分イギリスのチームとかは男女のチームを持ってるんです。基本的に。まあ、持ってないところもあるかもしれないですけど、で、バーネットっていうところは、ロンドンの北の方にあるチームなんですけど、環境がすごいいいんですよね。人工芝のサッカーピッチが何面あったかな ?3 面ぐらいあって、で、天然芝のピッチも2面ぐらいあったのかな。で、クラブハウスがあって、クラブハウスの中にスタバがあって、みたいな。もう、やばいですよね。すごいこの環境と思って、ここで練習できるんだって。で、練習をしてて、で、なんか、キーパーだったので、キーパー練習もたまにですけど、なんだっけ、ワットフォードかなのキーパーコーチの人が来てくれて、キーパー練習をしてもらったりとか、男子とその時は一緒にやるんですけど、バーネットの男子の選手と一緒にやったりするんですけど、まあ、そんな感じで、女子の、プログラムとして、やりました。で、留学中に私、怪我してるんですよ。結構派手に。なんで、留学10ヶ月してたうちの多分、5ヶ月ぐらいはサッカーできなかったんですよ。4ヶ月か5ヶ月ぐらいか。で、どうするってなった時に、指導 FA ね、ライセンス取れるプロジェクトが、プロジェクトじゃない、ライセンス取れる機会があるよっていうことで、指導者ライセンス取りに行きました。FA ですね。で、それも FA の指導者のライセンス、一番下の、日本で言うと C級とか D級とかに当たるような、ライセンス、FA コーチングライセンスレベル1っていうやつがあるんですけど、それは女性だけのクラスで、女性で指導者やりたいよっていう人だけが受講するようなクラスだったんですけど、そういうのでも受けさせてもらって、で、それを取ったんで、GK コーチのレベル1も取れるということで、GK コーチのレベル1も取りに行きました。はい。なんで、まあ、ビアフットさんとかだと、そういう選手、女子のチームもすごくいろいろ知ってるし、あとは、まあ、指導者の留学、もちろん男子もそうですし、留学とかも、やってるんで、まあ、興味のある方は、ぜひ、概要欄見てもらったらいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ね、今ね、いろんな選手、プロの選手とかでも海外に進出してたりとかして、いろんな、ね、海外の選手、こう、競い合って、まあ、日本の
サッカーレベルどんどん上がっていってるところだと思うんですけど、やっぱりあの日本にはない、あのイギリスだと、あの対人の強さというかボディーコンタクトの部分だったりとか、球際のなんかこう攻め合いとかっていうのはすごいイギリスで学べたかなって思います。私と同じぐらいのタイミングで、私よりちょっとというか、まあかなり上手いキーパーの経験値も高いキーパーの子が日本から留学に来てたんで、私あんまり向こうでキーパーとして試合に出た記憶がないんですよ。後半怪我もしてたし、でその子はあの怪我もせずもちろん上手かったので、最終的にはこうバレーとトップの、ね、試合とかにも出てて、私もそれ見てはすごいないいな悔しいなとか思いながら、まあ留学してたわけなんですけど、まあでもあの試合に出ててフィールドで出てたので、まあそういうボディーコンタクトの強さだったりとか、もちろんコミュニケーションの部分だったりとかっていうのはすごく学ぶことが多くて、やっぱりそういう経験があったからこそ、あの実際に指導者するときにちょっと海外で指導者してみようっていうような、考えにも至ったと思うし、すごい、ね、考えの幅が広がったっていうのはあのありますね。はい、なんでまあ、ね、今こういう状況で、まあ、海外留学行ってみようっていう状況ではないんですけど、まあちょっとね、考えてた人、留学興味あるなとか、あの海外の指導者ライセンス興味あるなとか、女子でも留学できるのかなとか、そういうところを紹介してくれるところあるのかなって、思ってるそこのあなたはぜひですね、あのまあ DM だったりとか LINE で聞いてもらっても構いませんし、あの本当に留学を検討されている方は、まあ、概要欄の方見てもらったらいいんじゃないかなと思います。はい、ただ私が留学した流れをつらつらと喋る動画でしたが、需要は果たしてあるのでしょうか。わからないですけど、こういう語り系の動画撮るときすごい不安になるんですけどね、もうカメラに対してずっと喋ってるだけなので。ということで、今回の動画はここまでになります。留学興味ある方はぜひあのチャレンジしてみたらいいんじゃないかなと思います。絶対にね、いい経験できると思いますので、はい、ということで、チャンネル登録とですね、グッドボタンお願いします。ではまた次回の動画で会いましょう。See ya!